艦船が吹き飛んだ。なんで。砲撃です。軍艦から。杯中将の船からです。バカ野郎。やるんなら徹底的にだ。万が一あの船に学者が一人でも潜んでいたら、今回の犠牲の全てが無駄になる。悪は可能性から根絶やしにせねばならん。